散財は人生や、どうも直島です。家電の IT 用化が進むこのところやけど、当然対応してないものもたくさんあるわけや。例えばボタン式の扇風機とか照明とかね。今撮影してる環境がちょうど扇風機や照明があるんやけど、とにかく動きたくない直島としては毎回つけるのが面倒やったんや。基本 IoT っていうのは赤外線で操作するタイプでしかできへんから、リモコンがないものは無理なんやけど、実はそれを可能にする商品があるんよね。それがスマートプラグ。今回は最近出たばかりの Amazon 純正スマートプラグを使っていくで。ワイは2つ買ったんやけど、1個あたりのお値段は1980円。似たようなものだと2個セットで2790円のものがあるから、そっちが良さげ。まだ使ってないから分からんけど、ぶっちゃけスマートプラグは何でもいいと思う。箱の中身は至ってシンプル。本体と説明書っぽいのがいくつか。この鍵みたいなやつは接続するときに使うらしい。よく見たら Amazon のロゴが入ってるね。この前の充電器もそうやったんやけど、最近は控えめのロゴが流行ってるのかも。部屋で悪目立ちしないから、こういう配慮はありがたいよね。まあ Y の場合はゴミまみれのお部屋で使うから何でもええんやけどな。早速使っていきたいんやけど、ちょっと準備が必要みたいやね。まずはスマートプラグをコンセントに差し込み、スマホに Alexa アプリを入れて機器を登録していく。あとはこのスマートプラグに対象のものを接続すれば OK や。これでとりあえずスマホアプリを使えばプラグのオンオフができるようになったで。ちなみにオンオフの切り替えしてるときは物理ボタンみたいな音が鳴るから、プラグがちゃんと反応しているのが耳でもわかるようになってるで。一応これでスマホで操作できるようにはなったんやけど、まだ正直不便なんよな。ってことで次に声で操作できるようにしていくで。一応スマホで専用アプリを開いている間は声で操作できるんやけど、それでも微妙やろ。そういうわけで今回Yが用意したのはエコードット。お値段セールで2980円。ツールで見た感じ割と高頻度でセールしてるから、次のセールが来るのを待ってみるのもいいかもね。ちなみに今は Amazon の音楽サービスと一緒に買うと500円で買えるキャンペーン中。せっかくお得に買えたと思ったのにちょっとムカつくわ。気を取り直して次は声で操作していくための設定をしていくで。めんどくさいからエコードットの設定説明は省くわ。まあどうせ簡単やから説明書でも読んでくれや。まずはアプリのホームに行って定型アクションを作成。アクション名は扇風機オン。実行条件は声でアレクサ扇風機をつけろ。この言葉を正確に話さないと認識せえへんから意外とシビアなんよね。今回は声を条件にするけど、時間で指定するのもなかなか良さそうやね。例えばやけど、部屋干ししてるところに扇風機を設置して、夜の12時にオン、朝の6時にオフ、みたいな。人間が本来活動できない時間に設定しとくとかなりはかどりそう。で、アクションを追加で、プラグを選んで電源オンを選択。これで扇風機をつけるための設定が完了したはず。アレクサ、扇風機をつけろ。わかりました。ちなみに消す時もさっきと同じような設定が必要やで。これで一応 IoT 化完了。アレクサ照明つけろ。わかりました。アレクサ扇風機つけろ。わかりました。本当に些細なことではあるんやけど、いちいち足を動かさずに済むから便利やね。このスマートプラグのいいところは、昔の機械を便利にしてくれるところ。IoT 化のために新しいものに買い替えずに、プラグを入れるだけでいいのがコスパがいいよね。ただコスパというところでちょっと気になったのは、メロスの存在。この動画の序盤でも軽く紹介したんやけど、まあそっくりな上にそっちのが安いんよね。レビューによると、OEM なんじゃないかってくらい同じ仕様で、見た目だけじゃなくって中身も特に変わらんらしいよ。強いて違いをあげるなら、塗装が光沢か非光沢か。ワイは非光沢でマットな白が好きなんやけど、光沢でも安いのがいいって人はメロスのがいいかな。あと注意点としては、スマートプラグはかなり使い道が限られるってこと。ワイはほんまに必要やったから買ったけど、かなり人を選ぶと思う。というのも今時赤外線で動いてない家電ってほとんどないよね。それこそ昔の扇風機ぐらいのもんで、テレビもオンオフとかぐらいはできるけど、スマートプラグではチャンネル変更はできんからね。それだったら元から別商品買って操作した方がいいかなって思った。まあこのプラグはどうしてもこれだけ IoT 化できないかなっていう
う隙間要素をうまいこと埋めてくれる商品やね。ちなみにエコードットはどういう商品かというと、声を使って Wi-Fi で他のデバイスに信号を送るものやねん。つまりエコードットだけ持ってても赤外線機能はないからテレビとかエアコンの操作はできないんよね。そういうことをしたい場合は別途でエコードットと家電のハブになるようなものが必要やねん。例えばネイチャーリモとかね。これ持ってないけど新しいのがそのうち届くから、また散財 TV でも紹介していきたいと思う。あと声の判定が割とシビアやから、滑舌が悪い人だとかえって不便になるかもね。まあこれは家電を動かすためのデバイスだから、万が一を考えるとそれぐらいがちょうどいいわ。やから滑舌悪い人は諦めるか、ボイトレで鍛え直すのがおすすめやで。ってことで今回はスマートプラグの紹介でした。まあ値段が安いから軽い気持ちで買ってみるといいと思うわ。今回の動画が良かったらチャンネル登録よろしくな。ほな、散財は人生やで。It's a love song だから歌って、そうあなたの声。